背景です。今回は外野手争い激化へ埼玉西武ライオンズ練習試合レポートということで、今回はですねライオンズ1軍のプレシーズンマッチ VS 千葉ロッテマリーンズとの試合を振り返っていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それではプレシーズンマッチ振り返っていきたいと思います。はい、それではですね今日の結果は4対1でライオンズ勝利ということになりました。まあ、今日のねプレシーズンマッチ、昨日の動画でもね、注目ポイントと僕も話してきました。で、今日は僕自身はちょっと教育リーグの方を2軍見に行っていたっていうのがあって、リアルタイムで試合観戦することはできなかったんですけれども、一応見逃し配信の方で後追いで、一応思ったことだったりとかを話していけたらなというふうに思います。まずはちょっと試合の方簡単に振り返っていきましょう。ライオンズの先発は今井達也投手でした。開幕投手有力候補という風にされている今井投手なんですが、初回いきなり1番バッター藤原選手、2番藤岡選手、3番上田選手に3連打を浴びて先制を許します。いきなりねちょっとボンボン打たれてしまったということなんですけれども、2回以降もね、ちょっとフォアボール等で、ランナーぼちぼち出しながらもしっかり要所を抑えるって形で、結果的には3回1失点という結果でした。で、打線の方がやっぱり今日最初の方めちゃめちゃ苦しんでて、先発小島投手からも無安打で、種市投手からも無安打ということで、5回までヒット0本ということでかなり苦しんでいたんですよね。なかなかね、いい当たりが出ても正面ついてしまったりだとか、もともとやっぱ2人ともいいピッチャーになるので、打ち崩せなかったりとかところで苦しんでいました。しかしですね、6回に唐川投手がマウンドに上がって、外崎選手がね、センターへのチーム初安打を放って、ここからちょっとずつ、流れが変わってきます。結果的に6回は、点は入んなかったんだけれども、7回ですよね。まず先頭、ブランドン選手が内野安打で出塁。さらに続く本山選手がフォアボールで出塁。で、児玉選手もバントショット決められなかったんですけど、追い込まれてから粘ってヒットで満塁のチャンスを作りました。ここら辺3人とも全員今日途中出場の選手なんですけど、この途中出場の選手たちでしっかりとね、チャンスを作れたっていうところ、ここは非常に良かったかなと思います。それでですね、昨日僕は注目選手に挙げた長谷川選手が逆転タイムリーということでね、まさに長谷川選手、この春の室内練習でめちゃめちゃ練習していたということなんですけれども、しっかりとね、結果を出しました。なんとかしぶとく三遊間ついての2点タイムリーということで、ここで2対1ということでライオンズ逆転に成功します。で、続く長谷川選手のライバルでもある絶好調の西川真也選手がセンターオーバーの2点タイムリーツーベースということで、ここにさらに2点を追加して4対1ということでね、突き放しました。長谷川選手、西川選手の争い注目ですと話をしていた中でね、まさに西川選手、長谷川選手が活躍して、4点もぎ取ったということなんですよね。で、その後今井投手からは4回から与座投手で、6回渡辺裕太郎投手、7回本田投手、8回佐藤投手、9回豆良投手をつないで、点を許さず対外試合初勝利ということになりました。今井投手はちょっとバタバタしましたが、その後のピッチャーしっかりと抑えたということでね、ここまでねライオンズも、なかなかこう1軍も対外試合勝てなかったということなんですが、しっかりと今日勝つことができました。はい、それではですね、詳しく打撃成績の方からまずは振り返っていきたいと思います。今日はねロッテ相手に4点取れたということなんですけれども、まずスタメンから見ていきましょう。1番センター西川真也選手、2番セカンド殿崎選手、3番指名打者コルデロ、4番ファーストアギラ、5番サード佐藤龍生選手、6番ショート源田選手、ここら辺ちょっと変わってきましたね。で、7番にライト長谷川選手、8番キャッチャー小川選手、9番レフト蛭間選手ということでした。それではまずは先頭の西川選手から振り返っていきます。西川真也選手、今日も素晴らしい活躍見せてくれました。3打数1安打2打点2出塁ということで、本当に勢いが止まらないですよね。ここ最近ずっと1番バッターでところを打っているんですが、今日もヒットを打ちましたし、フォアボールもしっかりと選んでね、でしかも今日守備の方でもホームでねランナーアウトにしたっていうところでいいプレーもあって、しっかりとね攻守にわたってアピールできているというところ、ここも素晴らしかったかなというふうに思います。本当に開幕1番バッター、そして1番センターってところがね有力視されている部分ではあるんですが、この調子をしっかりとキープして、ポジションを掴み取っていってほしいなと思います。はい、続いては2番の殿崎選手ですね。殿崎選手もねしっかりとヒット1本打って、フォアボールも1個選んだというところ、殿崎選手の、アプローチがいいっていう話はね僕も前の動画でちょっとしたと思うんですけれども、今日もね本当にフォアボールしっかり選べたのは良かったですし、三振はね本当にここまでずっとしていないというところがあって、今日も三振しなかったので、本当に殿崎選手状態いいなというふうに感じました。殿崎選手はねもうシーズン中もそれなりにやってくれる選手だと思いますので、この調子しっかりとキープしていってほしいなというふうに思います。
はい、続いては3番コルデロですね。まあ、コルデロがねちょっとなかなか、まあ、当たりが出ていないというか、今日もねちょっと打球を取られなかったですね。まあちょっとボールに押されて前に飛ばなかったりとか、前に飛んでもちょっと詰まってフライになっちゃったりとかっていうところがあって、まあ自慢のパワーがやっぱりまだ影を潜めているんですよね。まあやはりねなかなかこう日本のピッチャーにまだアジャストできていない部分があるのかなっていうふうに思うので、まあボール球しっかり見極めたりところはできてはきてるんですが、まあここら辺のね日本のピッチャーへの対応というところはちょっと今後期待していきたいかなというふうに思います。はい、続いては佐藤龍聖選手ですね。まあ、佐藤龍聖選手はね僕がずっと注目している選手の一人なんですけど、まあ、今日はヒット出なかったんですが、まあ、2打席とも、まあ、3、2までしっかりと行っていたっていうところで、まあ、ボール球見極めたりだとか、まあ、ちゃんと球数投げさせたりだとかっていうところはできていて、アプローチの部分はそんな悪くなかったかなというふうに思います。まあ、佐藤龍聖選手の良さっていうところはね存分に発揮できていたかなというふうに思いますね。はい、続いては源田選手ですね。まあ、源田選手がその昨日の動画でも言ったんですけど、ずっとね上位で起用されているというところがあって、まあ、その動画を見たのかちょっと分かりませんが、今日は6番での起用ということでした。まあ、この辺の打順っていうところだと全然いいんじゃないかなっていうふうにも思うし、まあ、チーム的にも源田選手的にもこの辺の打順っていうところが結構気楽に取り組める部分もあるんじゃないかなっていうふうにも思うので、まあ、こういったオプションっていうところはね、あっても全然いいかなっていうふうに思います。今後ちょっとね、源田選手の起用法、打順がどうなっていくのか注目していきたい部分。はい、続いては長谷川選手ですね。まあ、長谷川選手がね、ようやく、まあ、結果を出したというところで、まあ、なかなかね、やっぱこう結果を出せてなくて、まあ、西川真奈選手と比べるとやっぱ後退しているような感じになったんですけれども、まあ、しっかりと今日ね、まあ、2点タイムリー放つことができました。まあ、西川選手もね、まあ、結果を残しているので、まだまだやっぱ西川選手の方が上っていうふうにはなるんですが、まあ、どんどんね、長谷川選手も打ったということで、争いは熾烈になっていくんじゃないかなというふうに思います。まあ、ここから外野手争いというね、西川選手も含めて長谷川選手もどんどん盛り上げていってほしいなというふうに思います。はい、そして9番の蛭間選手ですね。まあ、蛭間選手がちょっと今日当たりが出なかったというところで、まあ、なんか全部ね詰まってフライになってるような感じなんですよね。まあ、結構球数投げさせたりとかってところはできてはいるんだけれども、なかなかやっぱりこうボールに押し負けてしまっている部分があって、まあ、ここやっぱ苦しいのかなっていうふうにも思うし、まあ、結果としてもヒット出てないので、まあ、外野手争いところに関して言うと苦しくなってきている部分あるのかなというふうには思います。ただねずっと DH の起用っていうところはついてはいたんですが、まあ、今日ね初めて守備につくことができたので、まあ、ここら辺はしっかり守れるし、まあ、しかもね飛び込んでのプレーってところもあったので、まあ、非常にね状態としては、まあ、そんなに怪我とかではないのかなというふうに思ったので、そこは安心でした。はい、続いては途中出場の選手たちを見ていきたいと思います。まあ、まずブランドン選手ですね。まあ、ブランドン選手のこのヒットからね、まあ、打線がつながって、まあ、ライオンズ逆転につながったというところなんですけれども、まあ、今日もねあのセカンド強襲の内野安打打っていますし、でこれショートゴロに関しても結構強い打球だったんですよね。なのでしっかりとボールを捉えることはできております。なので状態いいなっていうふうにも感じましたし、まあ、紅白戦でもね確か全部ゴロヒットだったかなっていうふうに思うので、まあ、ゴロでしっかり強い打球を打ててるのかなというふうに思いますね。ただまあ結構ゴロ率が高いところは全体的にはあるので、まあ、もう少し打球角度ってところもつけられると、まあ、長打も増えてくるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、ここら辺はもう少しね試合重ねていく中で状態上げていってほしいなというふうに思います。はい、続いては元山選手ですね。この元山選手がねめちゃめちゃいい活躍をしているというところで、今日も途中出場ながら、まあ、フォアボールセンター前ということで結果を残しました。まあ、アウトが1個もなかったというところでね、でしかも今日はサードでの起用っていうところで、まあ、基本的にもサードのレギュラーというかスタメンは佐藤龍聖選手間違いないというふうに言われてはいるんですが、元山選手がねここに来てかなりいいパフォーマンス見せてきてるので、まあ、サードレギュラーというかねこうサード起用というところも試合に入ってくるんじゃないかなというふうに思います。で小玉選手もね途中出場で、まあ、バント失敗をちょっとしてしまったんですが、まあ、そこからしっかりとファールで粘って最終的になんとか気持ちでね二遊間抜いてヒットを打ったってところ、ここはかなりいいアピールになったんじゃないかなっていうふうに思うし、まあ、本山選手もねこう非常にいいパフォーマンスしていますから、まあ、そこに負けず劣らず頑張っていってほしいなというふうに思います。はい、続いては投手成績の方を見ていきたいと思います。今日はね、まあ、今井投手、宇佐投手、渡辺投手、佐藤投手、豆田投手が投げたということでした。まずは今井投手から見ていきましょう。今井投手3回5アンダー0奪三振の3フォアボール1失点ということでしたね。で今井投手今日最速156キロということで非常にこう球速の方は出ていました。多分平均しても151から2ぐらいは出ていたんじゃないかなっていうぐらい、それぐらい150以上のボールをボボ投げることはできてはいたんですが、そのまっすぐが結構捉えられるシーンが多くてですね、まあ、あとまっすぐが結構甘く入るんですよね。こう追い込んでから甘く入ってしまってそこを打たれるっていうシーンが非常に多かったので、まあ、まっすぐのキレ、コントロールっていうところ、ここはやっぱりまだまだ改善の余地あるかなというふうに
思いましたね。まあ、本人もちょっとまっすぐを打たれてしまったってところを言っていて、まあ、そこを課題に抱えていたので、まあ、こういった部分しっかりと修正してほしいなと思いますね。であとは変化球もちょっと抜ける球が多くてなかなかやっぱ三振を奪えなかったところもありました。まあ、ここもやっぱまだまだ修正が必要だなっていうふうに思うので今井投手はねまだまだちょっと全体的に修正必要かなというふうに思いました。はい、続いて2番手与座投手ですね。与座投手は2回2安打1奪三振1フォアボール無失点ということで、まあ、しっかりとね前回紅白戦ではちょっとバタバタしたんですが今日はしっかりまとめてきました。まあ、コントロールもねよく非常にまとまっていたイメージがありますし、まあ、あと今年はね本当にこう体重ってところを非常に増やして、まあ、球威を増していく球速を上げていくところに取り組んでいて、まあ、しっかりとこう高めのまっすぐだったりとかで押せている部分はあったし、まあ、まっすぐでしっかりファール取ったりとかところもあったのでまっすぐのキレはかなり良くなっているっていうイメージを感じましたね。であとはまあ制球に関しても、まあ、前回の時よりかは、まあ、雨でっていうのはあったんですけれども大幅に改善されていたので、まあ、順調に来ているかなというふうに思います。はい、続いては渡辺裕太郎投手。まあ、ここもねちょっと注目選手の一人として挙げていて、まあ、2軍からねこの春野に1軍で合流してきたということになりました。で1回1無失点ということで、まあ、フォアボールちょっと1個出したんだけれどもしっかりと抑えたということでしたね。まあ、渡辺裕太郎投手はね今年球速アップと、まあ、スライダーの習得っていうところに取り組んでおりまして、まあ、球速に関してはおそらくアベレージ148とか多分そんぐらいですかね、パッと見ですけど。ただ150オーバーのボールもあったりとかしていて、まあ、前回というか去年よりかはちょっとは球速上がってるイメージはあったかなというふうに思います。でスライダーに関しても、まあ、しっかりとねこう決まっていたりだとか、まあ、ある程度ねバッターもちゃんと対応しきれていない部分があったりとかしていて、まあ、使えていたので、まあ、スライダーに関しては問題なさそうかなというふうに思います、ね、あとはカットボールってところが本人一番武器にしている部分なんですけど、まあ、カットボールの切れ味ところはね、まあ、空振りも奪ったりだとかやっぱ良かったなというふうに思ったので、まあ、こういった部分もっともっと球速も含めてね取り組んでいってほしいなというふうに思います。はい、続いては佐藤俊介投手ですね。佐藤投手が、まあ、一応1回無失点ということを抑えたんですけれども、ちょっと気になったところは球速がなかなか出ていなかったんですよね。昨シーズンは平均球速も150キロ超えていたんですけれども、今日多分150キロオーバーのボールは1個もなくて146ぐらいが多分最速だったんじゃないかなというふうに思います。ちょっとこの球速が全体的に落ちているっていう部分が気になるところなんで、まあ、こういった部分ちょっとまた今後注目していきたいところと、あとはまあパームってところをね今年新たに取り入れていて、まあ、パームは結構効いていたかなというふうに思いますね。実際にパームでまあ崩して内野ゴロを仕取ってるシーンもあったので、まあ、この緩急のところはうまく使えていたので、まあ、今後はまたここを伸ばしていってほしいかなというふうに思いました。そして最後9回投げたマメラ投手ですね。マメラ投手1回無失点ということで今日球数6球ぐらいで終わってましたね。本当にこうしっかりまとまりが出てきたなってところで思いました。ちょっとあのライブ BP だったりとか、まあ、紅白戦ってところだとちょっと制球乱すシーンがあって球数かさんでしまっていたんですけれども、今日はもう本当にどんどんストライク先行でゾーンに力強いまっすぐ投げて打ち取ってっていう感じだったので、まあ、本来のマメラ投手のスタイルっていうところがようやく出てきたのかなというふうに思いますね。で球速に関しても951キロ出ていたので、まあ、しっかりと球速も上げてきておりますので今後に期待できるんじゃないかなというふうに思います。はい、今回のねプレシーズンマッチ投手成績は以上になります。明日もねまた試合ありますので、やっぱり外野手争いっていうところ、まあ、外野の若い選手たちがどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、またピッチャー陣もね明日佐々木朗希投手が、まあ、相手投げてくるっていうのがあるし、まあ、セーブはちょっと誰が投げるのか分かんないですけれども、まあ、注目して見ていきたいかなというふうに思います。確か松本渉投手が投げるっていう話だったので、まあ、松本投手のピッチングを含めて、あとは甲斐野投手がまだ対外試合1回も投げてないので多分そろそろ投げるんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ、こういった部分もぜひ注目して見てみてください。以上。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も埼玉西武ライオンズの最新情報や考察解説をお話していきます。少しでも動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ツイッターも毎日更新しておりますので概要欄の方からチェックしてみてください。ありがとうございました。